前中政府交渉といたしましてですね、子ども被災者支援法に関して政府交渉をやってまいりました。しかし残念なことに、私もがっかりしましたけどね、政府の担当者、官庁長、副校長、今まで通りです。何の進展もない。非常に私も不快を感じてまいりました。しかしながら我々はこれに負けてはいけません。みんなで声を大きくして、そしてより良い力を持っていかなければならない。政府は相変わらず避難者の数をきちんと把握しようともせず、本格的な実態調査を行おうともせず、除染が着々と進んでいると報告した環境省は、311前の福島県の土壌にどれだけのセシウムがあったのか答えることはできませんでした。私はふるさとを離れてみて、寝る前に思い出す道があります。郡山で買い物をして、船引きを通って家へ帰る道、そして時には桂を抜けて家へ戻る道、そのままにパッパを走り抜けて大熊、双葉と双葉バラ園を見て、そして大堀焼きを見て、そして家へ帰る道。私たちの地域から流れ出た請戸川は豊かな川となって、鮭が川、上る川として太平洋へ注ぎます。それらを思い出しながら、もう二度と帰れないと思います。それは原発が外にあるからです。今まだ放射能を出し続けながら収束もできない状態です。3月10日に戻せという話がありますが、3月10日に戻しても、そこには原発があり、やがてこうやって被害者となり原告となる未来があったはずです。それはきっとここにいらっしゃる、まだ被害者になっていない、原告になっていない皆さんに等しくある未来だと思います。一昨日2月29日原発事故を起こした東京電力幹部3人が強制起訴されました。勝俣元会長、武藤武黒元副社長の3人は刑事裁判の被告となりました。大きな津波が来ることを予測し、対策も考えたのに、実際は何もしなかった。そして多くの人に被害を与えたという業務上過失致死傷という罪状です。謝れ、償え、補償せよ。午前中ちょっと政府交渉があったんですけど、そういう中で語られるのって、もうお役人は全く事実を把握してないし、あとはね、たくさんの避難者がこれから全部生活支援とか打ち切られるとかありえない話なんですよ。でもこの国って何なんですかね。なんか片やオリンピックとかで騒ぎながら、じゃあ福島県も見捨てるのって、そんな感じだし、私たちはでも諦めないし、
針、実はこの方針なんですけど、2011年に私たちが初めてここに5月でデモに来た時に外国の人が送ってくださったんです。福島頑張れっていうんで、まあ、確か20個ぐらい来たと思うんです。で実はカオがちゃんと作ってくださった人のカオがここに貼ってあったんですけど、それ取れちゃったんですけど、私はデモの度にこの帽子をかぶって、その人たちの思いも一緒に絶対原発はなくしたいし、あとは福島を見捨てないでほしいっていう。